当たらんの当てるから。お前らはちょっとあれやった、確かに。俺もまだ3連単俺には早すぎた。待ってくれ藤井先生、なんとか ね、待ってくれ。この5分大きいな。この5分が残ってるのはでもなんか惜しかった。まあ、絶対女王とかするところが結構早くポンポンと進んでいて、そこをノータイムで乗り切ったからこそ、女王グランナー、はいですね。あのあたりの決断力、あの角を切るあたりとかももう早かったですね、はい。そこで流れを切るとね、インディーチャンプ感じがありましたからね。これステゴ3区で結構強いらしい。で、覇王な、覇王少し迷われてダノンプレミアム、あそう、王者の帰還っていう、てしまう、うん、ダノンの王安いかもしれないですね。これなんかグランから逃げ出したっていう、海外にグランから逃亡しとったっていうレッテルを貼られとる。それが満を持して帰ってきたっていう。あとはあれだ、サリオスな、コントさんの1号とかじゃん。あコントの2番戦士みたいな、はい、かなり期待薄。あ結構熱いかもしれませんね、手厚いかもしれませんね。あとシュネルマイスター、これちょっと3歳でどうなるっていう。ですもんね、2、3銀なりからも。3歳。こんなもんか、とりあえず。結構受けにくいですか。海外に逃げる時代。あっす。ケーデンスコール。てか、雨降っとんやろ、今、相当。ということは、グランも絶対ではないよな。カッパじゃないけん、グラン。カッパ枠を探した方がいいような気がするんだが、俺は。かなり難しい。ぐじぐじ系。ぐじぐじになったら女王はあれやけんな。あ、汚いですわって。走らんくなるけんな。土とかかけられたら。嫌ですわって。体が汚れますわっていうタイプやけん、グランは。消してもいいかも。と迷うところですか、うん、はい。7人飛車なりもきついです、ね。前残り狙った方がいい。はい、そういうもんかな。やる気なくなりましたわって。なるけん。それが大阪杯のグランアレグリアやった。あれもやる気なくしたけん、完全に。そうですよ。あら、泥が汚いですわって。先手玉には詰めろも来ない感じです。ね、隙がないので、はい。土曜で乾く。府中のお前、排水能力舐めんなよってやつか。で、インディーチャンプはどうなんこれ、ドロー枠は、カッパ枠なんこれ。オモ20丸のやつは、あらてギベオン、ダノキン。ギベオンはお前、あれやろが、デアリングタクトさんにも買ったお前、有望株やろうが。グランも接待者なくなってきたか、これ。2号符は置いたまま寄せたいのが人情でしたが、まあこれできっぱり決まってるということで踏み込みましたね。あーっす。3人。よく勉強してるわ。俺もな、相当いろいろ言っとるけん。いろんなとこに。遠征に。ちょっとわかんないんだよ。スレを巡ったり。
YouTube 見たり、ね。いろいろいらん情報も手に入れてきておる。笠松行ったり、笠松は行ってないけど。Kスポだろ。いや、競馬いたな。今回の買い方は、今回はですね。ちょっと焦りますが、まあ、角取りになってますもんね、今ね。はい、ちょっとな。まあ、基本的には1122のインディーグランからの3派生って感じで俺は勝てるんじゃないんかなって思ったんやけどな。こんぐらいやったらそこまで増えんだろう。これでいけるんじゃねって。なんなら1グラン、2インディーチャンプで3を6頭ぐらい流してもええわ。それでもワンチャンや。まあ3連単って。まあそうするしかないやろ、もう。ワイド豆でも十分まあ。1銀同車なりって受けにくいですね。まあ2ゴロフを。グランが絶対なやったらもう1グラン固定でいいんやけどな、あのエフフォーリア戦法で。本戦やで、伏兵が多すぎる。まとめきれたら後輩と置きたい。全然上がってこられなければ、売り筋のような感じがしますね。いやもうグラン頭固定でんやったらもうグランのあの一点突破。一発一瞬深くつけっていう、百景爆弾も考えられるんやけど。先週それで悔しかったの思い出せ。それはそうなんじゃが。アベマの CM よく知ってんじゃん。うん、どうしてなりとなった手が3人ひよっとるんじゃろ。ひよるよな。怖いよな。だいたい何しよん俺ハゲラーで。なんでお前よその店で買った分お前、ね、ポポワに見すぎよ。なんでこうなった、はい、ですね。シュネル買っちゃうかも。ブランが爪に疑惑出た。あ？あかん、もう無理や、竜まで作られた。ああ、藤井先生が頭を抱えた。棟梁か。もう棟梁なんか。でもそっか、これ、一二金って打つ手は、条件になってるんですね。はい。このそこまでやるんか。一二金。いや、もうダメかもしれん。もうダメな。いや、もうここで、棟梁も、やむなしかもな。もはやこれまでって。ハゲーが出とる今。ちゃんたまも出た。ここかもしれん。藤井先生藤井先生よーく焼き付けておけお前ら、この1、2金。やっぱりこういう、なんか雰囲気はもう完全に諦めた空気出してますけど、ね、はい、全然やっぱり勝負師ですよ ね、 そうですね、まだ狙ってます、違うなやっぱり。恐ろしいです。雰囲気はまだ悔しいじゃろう。この悔しさをバネに、気出してますけどね。はい。投了水。あー。空気出してますけど。一番手堅いのは1号符をついておいて。あー、天を仰いだ。まあもう、ここやな。ここが最後のあれだったんちゃろう。あ、すーですけども、ここ最後の大事なところですし。2パー。ああ、負けちゃった。変に全部詰めろで押し切ろうとしない方がいいかもしれませんね。はい。そうか、1号符は。1時まで粘ったのに。この経験がまた強くする。藤井先生を。
見てやらんでやってよ。俺たちが見ないでどうするんだよ。ここで着るようなやつはむしろファンじゃないね。ああ、もうダメだわって途中で寝た奴らとか、愛が足りんわ。161ってやそう。23、同金、14、不動金か。あれ、まさか反省を促すんか、ここで。稲葉丼。促すね。いや、途中でもうな、かなり握手をさしたんよ。一気に20何パーになるような。風発端がいかんかったんや、58に。飛車をいじめに行った。もうゼロではないと思います。ファンちゃうしって。いや、お前ら、俺のファンだろ。じゃあ、藤井先生のファンにならなきゃ。そういう連鎖があるから。はは。ガラン。ファンではない。あ、そうなんですね。あ、じゃあなんでいるんだよここ。じわじわと、じわじわと。ああ、ついた。あ、やってられん、マジで、ほんと。今度は飲まなきゃやってられないよ、もう。はぁ、アンチよ、ほうな。ああ、つまんね。いつも飲んでるやろって。いや、もうここ3日ぐらい飲んでなかったっけ、俺。毎日、毎日。涙で枕を濡らし。F4 リアからケチがついたわ、俺の。6号系は詰めろじゃないですね。あ、もうここかな。ね、8、2、比。まだ受けるか、ここで。やるのか、大佐やめてください。動かすのやめてくださいよ。いったー形作りだ。下駄を投げた。違う。下駄を預けた。やっぱりちょっとこれは完全に藤井さんにされると下駄を投げたってやつだ。ドキッとしますよこれ。はい、いやードキッとして変に保険をかける意味で5-2竜とかやるとちょっとまたおかしくなるのかな。殺してくれー。ような気がしますけどね。ああ、一発ついに罪出た。終わった。そうですね。まあ一四歩が一番引っ張りしてますかね。はしてるんでしょうね。下駄を預ける。そうや。竜抜く筋大丈夫ですよね。大丈夫ですね。いやもうちょっと自分を隠ると。首を差し出した。そう。そういうのがちょっとちらつくと。ああ、1分将棋になったんですよ。いやいやいや。サジを投げて。1分入りました。首を投げた。まあ、一番手がないのは3二竜引いて2五銀と打っておけばもう本当に勝ち絡めですかね。勝ち絡めですね。それはもう、はい、あとは先手玉が詰むかだけ。もう終わりだ。殺してくれ、正体。2五の土地を押さえとけば、投了しろよって。いや、違うんやって。この悔しさをバネしようによ。確かにそこ3二竜一回引くの。解釈は俺がするけん。藤井先生の骨は俺が拾う。いやでも1分ですからね。もう決断、はい、引っ張り。だがそれがいい。負けそうなのって。いったー！いましたね。終わりだ！おしまいだ！俺はもう投了やむなしやの。ここまでだろう、藤井先生。もう1、3に行っても
もうどうにもなりませんよ。投了水飲みましょう、もう、ここは。ああ、打ちしがら取る。行くのかよ宇治先生行ったーパチリ。いや、もうどうにもならんよ、こんなのは。でもな、しょうがない。最大音量で聞かしたるわ。ね、まあ、私は79玉かなと思ったんですけど、いや、入ってるのそちら側か。はい、いや。罪、もう罪よ。さすがに。9ってはなんか6玉ぐらいしかないけど、それまあ7、8玉と多分。なんなの、先生。いや、だってもう罪出てるから。8金同玉6。もうどこで投げるかの勝負ないよ。あー、ね、手堅い2五銀。ここまでは積まないか。死んだ。積まないです、もはやこれまでってなっとるわ、藤井先生。投了水だ。気持ちを尽かした。じゃあ、ちょっと積みはないですね、先手。そうですね、まあ、王手少し手かかりますけれども。久しぶりに見るぜ、俺、ね、リアルタイムで。天を仰いだ。藤井王育成もちょっとこの雰囲気ですね。はい。投了アングル。50秒1。ありがとうございました。えらい。ちゃんと言おうよ。ここで藤井聡太王育成の投了。お疲れ様でした。165手で。本当にありがとうございました。はぁ、くっそー。つらい。つれえわ、やっぱ。藤井先生の投了の姿を見るんは。鬼の住処や。つえわ、やっぱ。敵は。最後で見んのけ。もうこっから先は打足や。悔しいよ、俺。マスクある意味あるの？あれは、飛沫が飛ぶからな。辛かろうて。俺らが悔しいんじゃない。一番悔しいのは藤井先生だ。この恨みはマータローにぶつけるぞ。棋聖戦で。しかも朗報。なんと今回の棋聖戦は、マルシアングルっていうので楽しめるんだぞ、お前ら。ちなみにプレミア限定な。わしはプレミアだ。藤井先生アングルで楽しめる。すっごい楽しみなんだが。プレミアになっとってよかったわって思ってる。入ったんで。もともとプレミアですけど、俺。マタローが頭、そっちはもう持ってかんけん、俺絶対。一生。よかったね、ありがとう。しかも評価値も消せるぞって。それをしたら俺はわからんくなるから、まあ消さんの、だが。プレミアマウント、なあ、ほんと、コメランでもいいおる奴らがおるんじゃって。こんなんでプレミアなんか。なんでプレミアなんだよ。おお、ほえよらいって、ゲーミングがあって。パタパタセンスで仰ぎよったけんな、俺。違うじゃろって。お前ら、その、奉納する気がないんじゃろって。だからそんなことを書いてしまう。奉納してから言え。グランな。さすがよ。グラン、インディー。よくわからんのよな。だいたいインディーチャンプとかもう都市なんちゃうん。でもな、俺はここでよく考えたんよ。
インディーチャンプ、ステゴ。ステゴイコール、ゴルシなんよ。ゴルシ、オルフェなんよ。ね、この二人は、6歳とかでも、全然走り寄ったはずなんよ。ということは、インディーチャンプは、相当頑張るんじゃないか、まだ。ね。と思ってる。そんなに悪くないじゃろって。捨て子の底力を舐めたらいかんっていうやつだろ。希少なんかどうかはわからんけど。やけん、年やけんって外すわけにはいかんような気がするよ。捨て子の力は多分相当晩年でも持続みたいな感じのような気がする。続きまして。覇王。ダノンプレミアム。まあ、こいつは父が何か俺はちょっと調べるの忘れとったんだがって。ディープ、ステゴー。あのプレイがなんだこれ。サリオスな。サリオスはあれや。ハーツくらいや。これハーツや、父。で、シュネルマイスターと。こっからまた、もそもそおるんだが。あら、ダノプレもディープか。ディープか。シュネルはなんか知らんが。シュネルの父は、こいつはあれやろ。何やったっけ？キングマンやったかな。海外、丸外だろ、これ。こいつキングマン。うん、待ってんじゃん。エルコンドルパサの父。エルコンドルパサの父はお前ダンシングブレイブよ。違いますよって。あと、何ギベオン。キングマンボだろ。ギベオン。どなんかおる？他になんかおる？もうおらんだろ、これ。キングマンボ。知らん。グランの血統はディープや。ディープがなぁ、ほんとなぁ。な、ヒンバはええんよなぁ、ディープ。なんか晩年でも強いやつがおるんだが。ボンティルド女とか。なんでボバはあんなダービー取ったら燃え尽きるやつらばっかなん、ディープって。教えて。競馬民、俺に。なんであんなしょうもないダービー馬が生まれるん、ディープから。まあ、コントレールは違ったが。まあ、そのコントさんすら、あれだが。早熟なんじゃね？それにしてもなんでダービーしか勝てんの？なんかダービー一辺倒みたいな感じになっとんだが。燃え尽きるんよ。うん、若引さんなんかまだ燃え尽きてないけど、未だに出ようろうが。ダービー取るためにディープつけるわけだ。ああ、ケーデンスコール。いや、そいつはちょっと俺も信じ、あれがあるんよ。こいつはなんか今まさに上がってきたやつなんだろ。ちょっと最近3連勝ぐらいしとるしやろ。今まで弱かったのに、こいつは万世かもしれん。期待してもいいかもしれん。空手って言うとカデナって言うんが俺やろ。この辺もちょっとよくわからんのだが、こいつらなんな、兄弟な。クラシックより小馬の方が面白い。うん、ダノンキングリー。
あんま強そうじゃないな。カテドラル、カテドラル結構おるな。川田だから、川田はええよ。重馬場ではいい芝を探すのが得意らしいからな。川田は買いだ。キングリーはありかもしれん。ラウダシオ、うん、こんなもんか。結構いるな、こうやって見たら。前でしか勝負できん。いや、前残りがあるやん。じゃあキングリーワンチャンや。ちょっと期待してもいいかも、うん、逃げ馬トーラスジェミニ、うん、こいつも前残りがあるかも。結構難しいっすね。パクとババ次第。まあ絶対もう、ややおもは避けないレベルなんやろ。下手したらおももあるっていうレベル。ババ状態は。そこをちょっと、詳しい方に聞きたいんだが。ぐじゅぐじゅなんやろ、今。雨降りようんやろ、今も。ほぼ沼。田んぼ？田んぼ状態？当日は。うん。今日大雨。死ぬほど雨降る上に晴れない。ウラン追い込みなんやろ？追い込みっていうか刺しなんやろ？で、前からの馬に土跳ね上げられて、汚いですわってなるんやろ？ウラン外してもいいかもな、これ。ということはインディーチャンプか、もう。インディーチャンプのターンで勝てるんじゃないか？水はけいいから。いや、そんなことないね。こんな大雨になったら、まず乾くことはないわ。ぐちゃぐちゃよ。で、その前の、レースあるんやろ？だいたい、安田記念って言ったら10レースぐらいか11レースとかじゃろ？その間ぐちゃぐちゃになっとんじゃろ？もう、まあ、終わりよ。ところが跳ねましてよって。インディ6倍。インディ6倍？美味しいな。グランには逆らえん。まあ、1600のグランはな、さすがにな。V マイルがな、良すぎたけんな。いや、良すぎて、多分な、つかんのよな、オッズが。絶対 1.3 とかになるんやろ、安田ですら。このメンツで、グランがもう、圧倒的になっとるもん。V マイルより安なるんじゃないん、これ。うち2発の圧勝。持ったんは、公開調教みたいな感じやったしな。予想ウォッズですね、1.3。買い時は V マイル。いや、V マイルでも 1.3 とかやったろ、あれ。アスタ連覇したのは2頭だけ。ダノンプレミアム。覇王？覇王ダノンプレミアム来る？ついに満を持して、グラン狩り。やるか。こうなったら、乗せるか。夢をダノンに。
今回の敵は雨。いやでもあれか、むしろグランが飛んでくれた方が美味しいよな俺。だってつくじゃん配当。ちょっとあれするか、ワイドで行くか、グラン外したワイドでなんとかな、2、3を取りに行く簡単な作業をやるか。グランタンやるぐらいならインディーとサリオスで映画。インディー、サリオスのお前、ワイド買っとったら当たるだろう。俺のワイドでもいけね。ここに、あれも入れとこう。覇王も、ダノンも。このワイドで、なんぼど。3300円かけれるんか。ねえちゃうこれ。で、ワンチャン、ワン、ツー、スリーなんか入ったら、もうこれ、ほら、ポケモンちゃん、当たったし、って。ここも当たってますやんって。これも当たってるんごねって。勝った！タヌキ。どうだろうか。勝ちました。で、グランが、まさかの4着っていう。泥が跳ねましたわって。おめでとう、ありがとう。これでいいような気がしてきたぞ。どっか当たるやろ、そして。なんかは当たるんちゃん。俺ならガビはないやろ、こんだけ行ったら。いや、もう当てたいんよ、そろそろ俺、もう。マジで。なんかもう4連敗やで、俺。そろそろなんか日の目浴びてもええんちゃいますの俺。これやったら当たるやろと俺かは来るぜ。グランも入れようかな、なんなら。俺の250セットでええんちゃう。俺だったら絶対当たるだろう、どれかは。プレミアム道悪よくない。じゃあ、覇王は切るわ。覇王いらねえって。ここにシュネルマイスターを入れていく。キングマンの力を信じる俺は。私は儲けない。いや、儲けるじゃないんだって、グラン外しとんやで。ガミはないやろ、さすがに。まあ、そんなにつかんかもしれんけど、全員入った時には、わっしょい祭りになるんちゃう。リアタ君勝ったギビオン変わんの、うん、変わんよ。買うわけないじゃん。シュネル。シュネル NHK からやな。中何週度？中2週ぐらいか。予算乗っかって3連服にしちゃってて4000勝ちました。かわいいね。何円買ったんだい ?200 円ぐらいか、ん？こっちはな、花差で、もうほんとな、あの花差だけで、まあ、98,500 円ですよ。98.5K が水泡に帰したっていう。俺は今でも忘れんで、たけしって。なんでお前の帽子は前に出とんやって。お前、首振らんかいって。この、持った首を押さえ込まんかいって。ルメの技使わんかいって。あいつはほんとガチガチだった、たけしは。俺なら押しとったね、首、こっかって。で、鼻差で勝っとった。こうなってたはずだった。押せって。それしてなんぼじゃろう。悔しいって。虐待。虐待案件。はい、虐待。すまんかった。年齢の半分ぐらいだから許したれや。まあ、まだたけしには早かったってことや。あの、なんか体重を測るとこでお前らルメールにポンってされたらしいと、肩。
で、川田なんかはお前、ハグしてきたらしいけんの。屈辱やろな、たけし。悔しいじゃろって。その悔しさを我に、たけし頑張るやで、聞く。そんなんされたら俺も、ルメなんかに肩ポンやられて、パーンやるわ、俺やったら。パーン触りよんどって。クソが。呆然と立ち尽くしとったらしいわ。お疲れって。もうもはやそれはあれよ。えのきさんも松尾の。二着じゃダメなんですか？ダメなんよ、二着じゃ。なんや、もうほんと三連服買っときゃよかった。くそー。ちゃんとついときゃよかった。しかし安田はお前ギリギリまで引っ張るけんの、俺も。もう。休みだからな。おらおら、いけいけって。吠えたる。グラン頼むで。もうグラン行こうかな。1.3 倍やろ。で、俺は考えたんよ。スロットに置き換えてみようって。俺は5000枚投入しましたと。現金で。あーって。5000枚吸い込まれとんよ。ああ、もう死ぬがーって。なんでーって。なんで俺ばっかりって。違うはい。100K よ。でもそっから 1.3 倍で、何？こう、V 字回復するっていう、これ奇跡のね、130K が帰ってきたってなったら、なんか得した気がしませんか？あ、なんだよ、勝てんじゃんって。もうここで中段チョリーを引いたみたいな感じじゃろうな、もう、俺的には。って考えたらなんか別に 10K、いや、100K 入れてもどうにかなるんじゃねっていう。6500枚返ってくるやろ。なんか得した気がしませんか、これ。6500枚、やった！タヌキって。これもマッキー症状的には。タヌキ中のタヌキ。なんでこんなん投資させられるんだよって。宇宙人一発こう、V 字回復だったって、究極 V モンキーが始まるっていう。わずか1分30秒で。タヌキさん素人の考えを。真っ白いグラフ。いやね、外れたらここで沈んだまま、こう、泥にまみれて沈んでいくっていう男の末路が展開されていくんだが、秋競馬まで。もう涙も出るっていう感じだろうな。あざす。地中に埋まります。あざしたら鹿引き、おー、上がってこれんやろな。こんな100件かけても、飛んだら。そりゃ厳しいだろう。あざしにピエロ行きそう。いや、安田も俺、あれやけん、家もんやけん、最初は。で、勝ったら、わっしょい。乾杯もあるけど、負けたら俺は知らんよ、もう。羽ばたいていくやろな、俺は。天使の輪っかをつけて、車乗り込むしやろうて。コツコツ行くしかないよ。俺はさすがに考えすぎか、これ。スロット競馬は難しいな、やっぱり。やっちゃダメだと思う。帰省見んのか。帰省見ようかな。そりゃ6月6日、帰省戦の一発目もあるんよな。いや、夏はもう俺休むけん。8月、7月、8月はもう競馬は、からは一切足洗うから。こんな感じやな。で、9月から始動やろ。
スプリンターズステークスで。こんな感じだろう。札幌記念、札幌記念もやらん。もう G2 とかな、重賞は、ただの物差しやけん。G1 に行くためのステップアップレースだと思ってる。そこまでやりよったら俺も金が持たん。さすがに。で、2歳に今、つばつけおるけん、俺。こっから出てくる2歳の、来年見越しとるけんな、俺。こっから相当情報収集するけん。2歳。2歳場に。エフフォーリアみたいなの探しに行くで、俺。モモザリオはまだこれからよ。注目の2歳場いますかって。ん？いや、知らんのよ、それが。よう。コマンドなんとかっていうのは、ええらしいわ。これディープの最高傑作みたいな言われとるらしい。コントレールをこれ超えるかもっていう。コマンドラインな、これ。コントさん超える逸材らしいで。土曜走る。へぇ。北の子供応援しよう。応援する俺、北の子供。そういうね、こう、血のロマンを感じていきたいと思ってる、これからは。里台の子供とか応援しようかなって思ってる。はよ、出てこんかな。なんだかんだ俺、里台好きやけんな。悪態はつきよるけど。地のロマンよね。うん。北の現役見たことある？ないよ。北を見たことなければ、オルフェーブルすら見たことねえっていう。まだ全然あれやったけん。かけるっていう対象じゃなかったけん、あの頃俺。なんならあれ。もっと手前も知らんし。ゴルシュある？ゴルシュもない。あの辺全然知らん。むしろあの辺でやっときたかったな。どうせなら。オルフェ、ゴルシュ世代でやりたかった。やるんなら。モンテル・ドンナもおったし。しまったなって思ってる俺今考えたら。なんて俺は競馬を楽しいところでやってなかったんだっていう悲壮感しかない。俺だってお前あれやで、コントさんすらあれやけんな。 F4 やけん俺。 F4 育ち世代やけん。かわいいじゃろ。こっから次が生まれてくるから、次の2歳のここがまた楽しみだねっていう。赤ちゃんやん。いや、駆け出しよ、ほんと。全然。俺なんか。もう俺1998はやりよったやけどな。いや、1998じゃないな。2000か。俺多分。20歳ぐらいやったけん。いや、19やったけんな。1999かも。このあたりだ。で、一回で冷めてやめたっていう。ここで俺の競馬は長らく封印されることになる。そして時は移りって。2012。Y やでって。Y 世代。こんぐらい空白の期間があるけん。時は流れ、そう。ここで、楽天銀行口座が火吹き出したけん。楽天ファイヤーが。
それにより俺の競馬熱が上がった。なんだよ、家でかけれんじゃん。ただやん。空白の20年。ディープとか知らんから。強いよ。知っとるよ。確かにディープっていう名前は知っとったけど、別に現役時代見てないけん。知らねって。だけん、どうしたんぐらいよな。三冠馬、ふーんって。強いんだ。マジマジマジ。ステイゴールド。あれよ。ゼンのロブロイとか。マッチ系だろう。ヒロさんのヒーローはシンさん。ナタの切れ足って。ナタな。アチコバ三冠、ゼンノロブロイ。ゼンノロブロイな。それともゼンノロブロイな。これが俺は常々思っとんよ。よくわからんのよ、あれ。ゼンノロブロイ。ゼンノロブロイ。どういう読み方なんですか？ゼンノが冠目。モーの銃を。ゼンのロブロイ。ゼンのロブロイ。ロブロイが元ネタ。もうコントレールさんもめちゃめちゃ叩かれとるぞ、お前、競馬板で。今、まさに。もうぐちゃぐちゃやけん。評価は。これはもう悲しみですよね。あいつは逃走した。意向は落ちた。三冠馬のお前、冠名とかで、あれつけられとったぞ、お前。異名でお前、もう、悲惨な目にあっとったぞ。みんなかっこええのに。コントレールさんだけお前、とんでもないのつけられてたんだが。笑った。雑学タイム。最弱。皇帝シンボリルドルフって。な？怪物成田ブライアン。英雄ディープインパクト。暴君オルフェーブル。虚空な。虚無みたいな感じのコントレールって。お前、それは言い過ぎだろうって俺は思ったぞ。でもなんか取らんともうダメなんよ。コントレールさんは。虚空。バカにしとんかなあ。コントレールさんのこと、俺コントレールさんは、いやでもな、逃げたしな、宝塚。世代が空き巣だからな。サリオス。ディープボンド。アリストテレス。いやでも、成田ブライアンもまあまあ、ひどい言われようしろんよ。なんか世代が全然活躍してないけん、同世代のが。でもそこと、タメハットンが、コントレールさんで、そいつらがバチバチしよるんが、あの、板の総意って感じなんやろな。あと、ミスター CB な。この3匹で、なんか、相当醜い争いしよんを、俺は高みの見物しよんやけど。ナリブ。いや、ナリブの、なんかな、あれなんよ。その、周りが弱すぎて、どうなんだみたいなのが、他の
最弱三冠馬の攻めるとこなんよ。ここまでしっかり勝ったろ。いや、でも攻めるとこはもうそこしかないんやろな。一応勝っとるとこは勝っとんやけど、なんだかんだ、みたいな感じらしいぞ。有馬勝ってる。それな。そこなんよ。やけん、有馬勝っとるけん、唯一心なんよ。コントレールさんはそれすらないけん、今、相当苦境に立たされとんよ。やけん、もう秋勝つか。これ秋負けたらもうほんと、あれやで、解釈いるで。もうここしかないけど、宝塚を返した以上。おー、お前、JC なんか行ってみんや、これ。ワイのお前、F 校が被覆権の、きっと。やられるで。筋量軽い。ね。しかも、なんか、頑張りそうな気がする。てかもう、秋負けたらもう引退しそうやけどな。ジャパンとか出んだろ。おそらく。アリマなんか持ってのほかじゃろ。この3連を全部勝ったら、そらもうすごいよ。コントレールさん爆上がりするわ。ただ現実は非常である。この秋に敵がどうなるかやな。なんなら全員回避してくれるっていう恩情があるような気がする、俺は。ほんわりあるで、ほんと。気をつけとかんと。五条もあるかもな、ここ。五助が。なんかそんな気がする。まあ、ここで引退してもなーって感じがするけどな。勝って勝って引退ならいいけど、負けて引退とかなんかやったら、もうお前これ待ったらしやで、コントさん。なんかここ勝って引退の方がまだええんじゃないって思うけどな。タクトはもう無理よ。バーンとスタートして、あとは流れで。いや、頑張ってほしいんやけどな。でももう宝塚を回避する。何？タフな放牧っていうパワーワードが使われとんやけど、あれはどうな？お前ら的には。大阪杯から宝塚なんか別にそんな過酷なロードでもないんですけど。なんなんタフな放牧って。それを教えていただきたいんだが、俺は。向いてないから、出ないだけ。いやいやいや。向いてないって、あなた。何が向いてないんですか ?2200 ですよ。2400も走っとりゃ、3200も走っとるんですけど。それで向いてないっておかしいだろ。なあ、もう逃げじゃん、こんなの。それは通らんだろ、さすがに。おいおい、カイシ君、やめてくれよ。3200じゃなかったんか ?3000 か。引くか。大阪杯も出る気ないでしょ。いや、大阪杯は出たよ。負けたんが、もう聞いとんやろ。距離だけじゃない。うこれは。擁護するね。泡の違い。と言われてもな、いや、そんなん関係ないけん、強い馬は。買ってきてますやん。だって、本物は。じゃあ、本物じゃないって言うのもんじゃないですか、コントさん。偽物じゃないですか。うん、これじゃあもう罰つきますよ。なんなんすか、向いとる向いてないって。いや、本物だったら勝つんだが、そんなもん。本物じゃないんよ。それが聞きたかった、俺は。聞く負けてたらいろいろハッピーだったかも。グランアレグリアは先着してる。はっきり言うぞ。グランは、適正距離ではない。ね。
適正罰なはず。しかも、あの、汽内、田んぼ。田んぼで泥かけられた。これ罰だ。これに、ちょっと先着したっていう。しかも、モズに刺されるっていう、まさかの。モズスーパーフレアに。モズスーパーまくりされてんだが。俺をどう見る？これだけでもう、まあまあ、みんな幻滅したはずやぞ。そこについてはどう出るんだ？コントレールさんよ。俺はアンチ。愛の無知よ、これ俺。で、まあ、グランには確かに先着しとるけども、グラン多分な、やっぱ違うんよ。だって1600やん。カットン。ほぼほぼ。それ以外で、勝ってないじゃろって。そこに勝ったっていうのは別にそんなに、何加算されんけん、得点。おい、コントロール買うなよ。なんで。いや、俺、アキは買うで。買わさせてもらうで、コントレールさん。3着までには来るじゃろって。入着はしとるからな。コントさんの強みは、お前、掲示板に乗るってことや。3着は外さんだろうって。でも、勝ちはねえな、っていう感じだな。20枚。来るのひら返し。埋めたら忙しい。いや、やけん、紐。紐な、もう、もはや。秋とか。本命に入れるよりも、本物は黒の、そう、黒のよ。やっぱ、バゴよ。俺たちは、バゴだった。ぜひとも天、凱旋門で光り輝いてほしいと思ってる。秋の本命誰なんて。いや、秋誰が出るか知らんしな、まず。いや、コントさんがもう、あ、これもうコントさんしかいねえわっていうような状況になっとったら、それは俺は押すよ、秋でも。コントさんって。でもなんかおったら考えるで。バゴ。いや、だってなぁ。まずなぁ。あれなんよ。ジャパンで、もう、味噌がついとるけん。あの二人は。コントとデアタクは。ここはもう、このモーモンドアイに負けたらいかんかったんよ。もう引退するっていう。もう2歳も離れとんやで。筋量も軽い。ね。これもう、陣営も舐めとったけん。JC。出てこんのっすかって煽り寄ったらしいんぞ。それに、もう何、圧倒的にやられてしまった時点でも格付けが済んだんよ。東京のアモアイは。さすがに強すぎる。そういうもんなんかな。いや、でももう力関係的にはどうやった？あ、もう負けたのカウントするのはかわいそう。そんなにか。そんなにやっぱり、化け物やったんこれ。有馬なら。そう、あそこで3歳チャンプとしてインドを渡さなあかんかった。あ、それが気がつけばどうだって。年度代表馬ですよ。これ年度な。ワイラーって。ってなるじゃろ？いや、買ってよ。そして世代の交代を俺は見たかった。
本ぐらいまだ俺も本気じゃなかったけどな。あ、こんなもんなんやって。まあ、わかるけど、そうやろ？でもそういうもんじゃん、競馬って。本当の菊花賞いっぱいいっぱいいます。菊花賞でもうあのアリストテレスに、アリストに花さっていうのはもういかがなもんかっていう。まあこれは適正距離のあれもあるかもしれんけど、それでもよう勝ったなって。そのアリストテレスがある勝たないかんかったところに、お前ワープレに負けるっていう、ね、そのせいで、また相当世代の、な、このコントさん世代が相当笑われる。お前頑張れよ、もうちょいアリストテレス。本当だったら勝ってたって。世代が活躍しとったらまだコントさんにも光を浴びとったんよ。それが全くない。やけんこんなに言われるんじゃろ、あの板で。腐る芸道どもに。まあまあまあって。でも俺もやり出した世代やけん。こっちもカチンと来るやん、やっぱり。お前も下道やぞって。まあ、軟心取りはするが、あの板に。まあでも俺ロム線ですから。弱世代、いや。ということになってしまうよな。結局、コントレールさんも、主な勝ち蔵がこのままじゃ三冠っていう。三冠ホープフルやろ？このまんまじゃあまりにもしやろうって。あ、そうっす。終わりなって。そこに来てこれから来る、レイパパソですよ。我らが。無敗ダービーを一人勝ち上がっとる。これが、こっからどこまで化けるかっていう。どうなるかっていう感じですね。もうデアタクさんは、そして故障っていうことで、もう今、もうダメなんだが、ほぼ。ここに何か、主な勝ち蔵が欲しいわけよ、もう一個。秋とかな。秋 JC なんか取ったら、もうこれ完全に、もうディープの最高傑作になるやろな。競馬も負け、スロー負け、藤井先生も負け。関係ないだろ、藤井先生は。下手したらこれ、宝塚買って、休養、十分な、秋まで取られちゃうかもっていう。こうなった時に、どう見る？もはや、力関係を。こんなになったらもう、あ、世代最強って、レイパパスだったんだって、ならんか？これは一番最悪なシナリオぞ。しかも、無敗な。でも、その可能性はあるけんな、これ。これ、ディープですから。ディープの牝馬はマジで化けるときは化けるぞ。おい、もうモンティルドンナになる可能性があるけんな。なんならアリマも買っちゃいまーすって。で、ついでに出した JC も買っちゃいましたってなったら、もうこれもう待ったなしやろ。こんなもん。
夢あるな。こいつは夢しかないけんな。もうデアタクも死んだ今。アリストテレスと同じ母の2歳馬、ソクラテス、注目。ソクラテス！哲学者ですね。こいつはなんか、来るような気がするわ。あるで。ソクラテスイコール哲学。絶対来ない。いや、わからんやろ。いや、こいつだけはまだ未知やけん、マジで。レイパパスは。だってまだ土ついてないですから。何が起こるかわからんのが競馬じゃ。本物かもしれん。あの大阪杯直線伸びたんは本物やと思うよな、俺。いくら重でも。他の馬が上がってこれんのはまあ重いけん、そんなんなっとるかもしれんけど、あいつは足れんかったけんの、あの直線で。川田くんの好騎乗かしら。軽視してたくせに。どっち